こんにちは、タコムです。今回はケユカというブランドのアロッツダストボックス2ゴミ箱27リットルブラックのレビューです。こちらプレゼントとしていただいたのですが、いい商品でしたのでレビューしたいと思います。購入はケユカ公式サイトや楽天より可能です。詳細に貼っておきます。価格は税込みで4620円でした。ゴミ箱ってなんでこんなに高いんでしょうか。ペダルを踏むと蓋が開く仕組みなのですが、その機構のせいなのでしょうか。それで見た目ですがこんな感じとなります。ゴミ箱の底の片方にキャスターがついているので移動が楽です。横から見るとこんな感じです。全体的なサイズですが、公式サイトよりこのようになっているようです。今回は27リットルなので一番左のものですね。先ほど言った通りペダルを踏むと蓋が開きます。開き方はこうで、素早く開いて閉じるときはゆっくりとしたスピードです。ここに予備のビニール袋を置いておけます。袋止めのパーツがあるので、ビニール袋をこんな風に留めてゴミ箱に設定します。このビニールを留める作業がちょっと面倒くさいですよね。ビニールが外れかけたりして。それでこのゴミ箱ですが、左右の部分がビニールが取りやすくなっているんですが、上下はきっちりつくのでそこを意識して設定しています。あとゴミを入れるとき外れるなんてことも今のところないです。ビニールの設定方法として、取っ手のビニール袋があればゴミ箱内で分別できるみたいです。私はこれはやってないです。このゴミ箱の説明としては以上です。パッと開くので捨てやすいですし、スタイリッシュですし、気に入りました。燃えないゴミ用にもう一個買っても良いのですが、価格がネックですよね。最後にゴミ箱について思うことを2つ述べます。このゴミ箱の匂い漏れについては私の使い方では発生してないです。ただ生ゴミとか捨てる場合は匂うみたいなコメントがありました。あと電池式のゴミ箱もありますが、私が知っているのは感知センサーが悪かったり、電池がいつの間にか切れているということもあって、あまりいい思い出がありませんでした。事前にどんな種類のゴミ箱がいいか相談を受けていたのですが、ペダルが踏んで開ける今回紹介したもののタイプにしました。以上です。